トンレビューのコーナーでございました。はい、すみません。そっち終わってる。はい、はい、はい。世の中のいろんなことを通販サイト Amazon の商品レビューっぽく書いてもらっています。はい。今あれだった作家の高井さんのそこじゃないっていう顔がお地蔵さんみたいな、はい、あっハゲてるしちょっと笑ってましたよね怒るんでもなくなんかたしなめるようにいやこっちもだから、はい、なんか良かったよね恥ずかしくもなんとも、はい、そうです、ね、素直にあここが違いますねって言えた ありがたい、ね、お地蔵さんに注意されてありがたいですねありがたいなんだよお地蔵さんってなんですかラジオネーム希望の船千葉吉兆のおかみ野村克也並みのささやき戦術の使い手だと聞き購入をしました早速うちの草野球チームのキャッチャーとして使用してみたところ打者がバッターボックスに入るなり頭が真っ白に頭が真っ白にとささやき始めましたその言葉通り頭が真っ白になったバッターは投げられたボールに全く気がつきませんでした見逃し三振になってもバッターはほうけた顔でその場に立ち尽くしていましたおかげでストライクが入るピッチャーさえいれば確実に無敗ですもちろん星は5つです古いってパンチあったなでも、うん、上げとこうはいパンラジオネームラッパーザキバチョフバイト雑誌レビュアー笠井智美このバイト雑誌は最低です仕事もなくなったのでバイトを始めようと思ったのですが働く時間が8時間とか考えられないほど長いバイトが多いし遅刻 NG バックレ NG と NG だらけでひどいですこんなユーザーのことを考えてない バイト雑誌なんて潰れればいい星は1個このレビューに対して100人中100人が遅刻せずに毎日8時間働くのが普通なんだよてめえみてえのはカニ高専にでも入って社会の厳しさ感じろこのブスゴリラと投票しています何コースあげとこあげとこうじゃないあげるのかいカニ光線カニ光線でねラジオネーム彼女は蜃気楼ディアゴスティーニダッチワイフ童貞の僕はソープに行くのも怖く、うん、とりあえず手軽なディアゴスティーニでダッチワイフを購入しようと決意しました創刊号にはおっぱい次の週には陰部となる天下が届きましたもうちょっと届ける順番を考えてほしいです出来上がる前に使用してしまったので星一つです我慢しろでもそれはそうなんだ天下だったよ買ってこいよてめえで後から手とか送られてきたもんね、うんうん、ラジオネーム三平学習図鑑水辺の生き物芸能改編ちょうちんあんこうの安藤美希トラフグの室井ゆずき泥ナマズの泉ピン子シャコの健直子船虫のぬくみずカニの裏側伊藤四郎など水辺に生息する芸能人たちがフルカラーで掲載されているのですが読んでるうちにだんだん気持ち悪くなってきて藤壺に寄生された森永卓郎の写真でゲボを吐きました食後の閲覧大変危険です何これいや藤壺に寄生された森永卓郎嫌だないや怖いだって藤壺って怖い話あるじゃないですか、うん、膝切ってね、うん、そこにびっちりびっちりなんかあったとかね悪いなびっちり悪いラジオネームとびっこテニスサークルのレビューコンパで酔うとすぐに股を開く軽い女がたくさんいると考えテニスサークルに入部しました、うん、ところが確かにサークル内での恋愛はあるにもかかわらず自分は全く相手にされません、うん、テニスサークルといえばお佐世の女子大生がラケット代わりにおちんちんを握りしめお股にスマッシュを決めてくれるソープランドと同様の夢の楽園のはずなのに納得がいきません当然星は一つとさせていただき
代わりにボードに乗るより男に乗るのが当たり前という騎乗位好きの佐世子が多いというスノボサークルに入り直します。童貞大学生8人のうち7人がこのレビューが参考になったと投票しています。どうぞ参考にするじゃない。あげようちょっとでもイメージわかるな。わかるけどね。わかるな。ラジオネーム花クソ師匠、バーチャル手こきのレビュー、うん、生まれてこの方手こきなるものをしてもらったことのない私、一度やってみるかとネットで検索したところこの商品に出会いました。さまざまな女性の手こきをバーチャルで体験できるというこの商品、誰の手こきにしようかなと考えていたところ、千年に一度の手こきの逸材と噂の橋本環奈ちゃんが手こきをしてくれるというソフトを発見。早速購入し使ってみました。最初こそソフトなタッチでしたが、次第に荒々しくなり、私のこん棒を握る手にありえないくらいの握力が、痛い痛い、ちぎれる、そう思いながらもこんなプレーもいいかなと続行していると、やがて射精と行く瞬間に、時は来たとののぶとい一言。そうです、どうやら私は間違って橋本環奈ちゃんの隣にあった橋本真也を注文してしまったようです。紛らわしい商品配置に私の怒りは収まりません。それを踏まえ星4つとさせていただきます。4つかい、いいじゃないかよ、4つかい、満足してくれんかい橋本真也さんで。それもいいなじゃないんだよ。本当によ、あげとこう、いっぱいあげとこう。今日ファンデルラストかな。ラジオのレッツゴー万引き G メン、うん、DVD のレビュー、うん、うちのレコーダーの容量がいっぱいになってしまい、ダビングをするため DVD を注文しました。商品が届く日にドアを激しく叩く音がしました、うん、私がドアを開けるとそこにいたのは黒田裕樹、早乙女太一、玉置浩二、内田裕也、ニコラス・ケイジの皆さんでした。私は DVD を注文したはずだと告げると、うるせえと怒鳴られ、こんなレコーダーがあるのが悪いんだとレコーダーを破壊され、Kiss my ass と恫喝されながらボコボコにされました。どうやら私が注文したのは、私が注文した DVD はドメスティックバイオレンスデストロイだったようです。でも私を殴った後の彼らはとても優しいの。彼らは私がいないと生きていけないわ。これからもみんなで愛し合っていきます。ハート5つです。いやダメだよ、もうそういう体質になってるぞ。ハマってんじゃねえか。ハマっちゃダメ。1回でも殴られたらダメだぞもう。